今回はチビトロニクスとニュートンズヌークのスタンプを使って光るギフトカードケースを作ります。こちらのスタンプと台を使用しました。まずはクラフトカードストックをテイラードエクスプレッションズの台とキュッパカクタスの台を使って台カットしていきます。次にカイロ用の白いカードストックをテイラードエクスプレッションズの台でカットしていきます。台カットしたカードストックはのりしろの約1ミリ内側のラインでカットしておきます。3ミリの厚さのフォームシートをキュッパカクタスの台で台カットしておきます。台カットしたクラフトカードストックにセンチメントスタンプを押していきます。白のカードストックにカクタスのスタンプを押します。スタンプしたカクタスをコピックで塗っていきます。まずはサボテンを YG63 と YG67 で塗っていきます。カップの部分は BG05、RV04、Y06 を使って塗っていきます。サボテンの花の部分をカッターでくり抜きます。くり抜き終わったらコーディネート台で台カットしておきます。台カットしたものをフォームシートに重ね、花の部分に印をつけます。
フォームシートに CR1216 の電池を置き、輪郭をペンでなぞります。印をつけた部分をカッターでくり抜きます。クラフトカードストックとカイロ用の白のカードストックを重ねて、サボテンを大カットした部分を鉛筆でなぞっていきます。鉛筆の輪郭線に大カットしたパーツを重ね、ライトの位置に印をつけていきます。同じようにフォームシートを重ねて、スイッチの位置に印をつけます。スイッチ用の紙を2つに折り、電池を置いて電池の輪郭を鉛筆でなぞります。輪郭線の少し内側をハサミでカットしていきます。回路用の台紙にスイッチのパーツを貼り付けます。チビトロニクスを置く位置に印をつけていきます。回路を書き込んでいきます。チビトロニクスのプラスがスイッチのプラス、マイナスがスイッチのマイナスになるように線を引いていきます。5ミリの銅箔テープを幅半分に切って、先ほど書いた鉛筆の回路の上に貼っていきます。貼り終わったら防音フォルダーでこすってしっかり貼り付けておきます。黄色のチビトロニクスを2つ先ほどの位置に貼っておきます。貼り終わったらセロテープで補強しておきます。大カットしたサボテンパーツの裏から2つ折りにしたベラムを貼り付けます。
貼り終わったら余分な部分をカットしておきます。クラフト紙のタグパーツを折り目に沿ってきちんと折っておきます。カイロを貼り付けた台紙をカードストックの裏から貼っていきます。大カットしたフォームシートを貼り付けていきます。電池を入れてからフォームシートの上に大カットしたパーツを貼り付けていきます。タグののりしろの部分を強力な両面テープで貼り付けていきます。完成しました。カップを押すと光ります。横から見てもあまり分厚くならず、すっきりした仕上がりになっています。光るギフトカードケースの作り方、分かりましたでしょうか？台やスタンプを変えたり、チビトロニクスの色を変えたりすると、いろいろなタイプのバリエーションが作れると思います。このタグポケットはギフトカードの他にちょっとしたスティックコーヒーなどを入れるのにもちょうどいい大きさになっています。何か質問などありましたらブログやインスタグラムにコメントをください。